平成三十年豪雪。本校では、二千十七年、平成二十九年十一月から二千十八年、平成三十年三月にかけて、日本国内で発生した大雪及び豪雪について、記述する。なお、寒波、低温についても記述している。二千十七年十二月から二千十八年二月の、日本の冬は、冬型の気圧配置の強まることが多く、 2018年1月中旬前半、1月下旬、2月上旬など、日本海側では何度も大雪となった。特に2月上旬には、北陸地方で記録的な大雪となり、これを指して、北陸豪雪、福井豪雪とも呼ばれる。また強い寒気が繰り返し流れ込んだため、12月から2月の3ヶ月間は、全国的に平年より気温が低く。 特に西日本では1985の86、昭和60から61年の冬以来32年間で最も低かった。2018年1月の中旬前半には北陸で大雪となり、1月12日に新潟市で8年ぶりとなる積雪80センチメートルを観測した。1月22日から23日には本州南岸を通る低気圧により、 関東甲信地方や東北地方太平洋側を中心に大雪となり、東京で22日、平成26年豪雪以来4年ぶりの積雪23センチメートルを記録。その後、27日にかけて強い冬型の気圧配置となって、非常に強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に暴風雪や大雪となったほか、 埼玉市で26日に観測史上最低の9.8を観測するなど、全国的に顕著な低温となった。2月5日から8日には、北陸地方西部の福井県冷北地方、石川県加賀地方を中心に記録的な大雪となった。特に福井市では7日、積雪が147センチメートルに達し、1981年の 56? 豪雪以来37年ぶりの記録なった。同市での1日あたりの積雪の増加量は56、豪雪に匹敵するものだった。また、京都府丹後地方でも大雪となり、京丹後市網野町で86センチメートル、同市峰山町で74センチメートルの積雪を観測した。2月8日には、島根県東部の出雲市や松江市から、鳥取県の境港市にかけても、 大雪となり、松江市では観測史上3位となる49センチメートルの積雪を観測し、生活への影響が続いた。翌9日朝には、出雲市氷川町で12.5を観測するなど、厳しい冷え込みとなり、鳥取県境港市では8.1を観測して1904年、明治37年1月27日以来114年ぶりの低温となった。 2月中旬前半にも日本海側で大雪となった。2月13日には日本有数の豪雪地帯で知られる山形県大倉村の肘折温泉のアメダスで積雪445センチメートルを観測し歴代最大を更新した。3月1日から2日にかけて北海道付近を発達した低気圧が通過し暴風雪となり北海道胆振地方 十勝地方を中心に24時間で63センチメートルの積雪を記録した中札内村の上札内道61センチメートルの目室町をはじめ記録的な豪雪となった。伊達市大滝では観測史上最大の2メートルを超え、帯広では積雪が106センチメートルを超える代待9位14年ぶりの大雪となった。また、猛吹雪により車の立往生や 死者も発生した。3月2日には、函館での混沌の累積降雪量が496センチメートルとなり、統計開始以来最大となった。日本国外でも、ラニーニャ現象の発生などにより、ロシアサハ共和国では68、韓国ソウルでは1月26日の日平均気温が平年よりも13度も、低い15に達し以上低温となり、ピョンチャン東京五輪が行われる、 ピョンチャン大関峰では20を下回る冷え込みが続いた。このように、シベリアや中国大陸から朝鮮半島など極東アジアのほぼ全域が記録的な低温となった。一方、北海道では1月上旬は歴代1位の高温で、1月の平均気温が釧路市で観測史上歴代3位の高温となった。1961年の統計開始以来、 2月上旬の北海道日本海側での降雪量は最小であった。一方で、幌加内で最新積雪が324センチメートルに達し、1970年にくっちゃんで観測された312センチメートルの道内記録を更新した。2017年12月以降、編成風が日本付近で南へ蛇行したため、日本付近に繰り返し寒気が流れ込み、 低温や大雪となった。この原因として、同年秋から発生したラニーニャ現象が影響したと考えられる。2018年1月下旬の寒波の要因についての気象庁の分析によると、1月中旬から下旬前半にかけて、ユーラシア大陸北部で偏西風の蛇行が持続したため、シベリア東部で強い寒気が蓄積した。その後、 偏西風の蛇行が東へずれたことで、日本への北西からの風が強まり、蓄積されていた寒気が日本へ流入した。2月5日から8日にかけての大雪の原因は、日本付近が冬型の気圧配置となっていたことに加え、日本海上で季節風が合流して、強い雪雲を発達させる日本海艦隊機団収束帯、JPCZ が北陸付近に停滞したことにある。 JPCZ が停滞した要因として、日本海北部で発生した低気圧が北海道の西側でほぼ停滞し、日本付近の気圧配置がほとんど変化しなかったことが挙げられる。北海道付近に低気圧が位置する同様の気圧配置は56号節の時や2011年1月の大雪、平成23年号節の時にも見られた。1月22日には、 東京特部でも大雪が降り、その影響で、レインボーブリッジで、約50台の車が立ち往生し、通行止めとなった。ほとんどの自動車が、ノーマルタイヤだったという。1月11日から12日にかけて、東日本旅客鉄道、JR 東日本新越本線の帯寄り駅、東港寺駅間で、積雪によって動けなくなった、新潟発長岡駅の普通電車が、 約15時間にわたって立ちを往生し、乗客約430人が車内に閉じ込められ、5人が病院に搬送された。新潟市西区では1月11日からの大雪の影響で大和運輸が区内への配達を中止した。また、新潟交通が運行するバス路線の内区内を走る路線の一部が運休した。新潟県佐渡市では1月29日の寒波による 水道管の破損により、1万世帯以上が断水状態になった。このため、自衛隊の災害派遣が行われた。福井県北部の国道8号では2月6日、堺市から阿波羅市の 10km 区間で、車約1500台が立ち往生し、福井県は自衛隊に災害派遣を要請し、災害対策本部を設置した。 堺市内の国道364号では雪山に乗り上げた車に乗っていた男性が1、酸化炭素中毒で死亡した。国道8号の立ち往生は9日未明まで続いた。福井県内では6日、多くの小中高校、大学が臨時休校の措置を取り、多くは13日まで休校が続いた。福井市で車に乗っていた男性が1、酸化炭素中毒で死亡。福井。 石川、富山の北陸3県では、雪下ろし中の転落事故などで27人が重軽傷を負った。2月7日の朝の時点では、4日以降の大雪で、新潟、富山、石川、福井の4県で、合計34人が重軽傷を負った。福井県内では、物流の遮断によりスーパーやコンビニで、品薄状態になったほか、ガソリンスタンドでも燃料が不足し給油制限が、 行われた。2月6日、西日本旅客鉄道、JR 西日本北陸本線の金沢駅、鶴ヶ駅間では、始発から終日運転を見合わせ、サンダーバードなど特急88本と普通列車146本が運休となった。北陸自動車道では、富山県と福井県の間で通行止めとなった。2月7日、JR 西日本は、前日に引き続き、 金沢駅鶴ヶ駅間で全列車終日運転を見合わせた。小松空港でも終日全便が欠航となった。京都府の京丹後市と伊根町では警戒積雪量を遥かに超えたため2月9日に雪害対策本部が設置された。京丹後市では2月4から7日の間に5人が転倒で負傷し、8日朝には小学生が 除雪機に巻き込まれ指の骨を3本折る重傷を負った。建物ではビニールハウス8棟、空き家、倉庫1棟の損壊被害があった。政府は2月6日午後に首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した。2月6日14時、福井県知事が陸上自衛隊第14普通科連隊長に対して災害派遣を要請。 陸上自衛隊各部隊が各地に出動し除雪作業及び人命救助を行った。2月7日に福井市、あわら市、堺市の三市に災害救助法を適用。9日に大野市、勝山市、鯖江市、永平寺町、越前町に同法を追加適用した。東北地方から九州地方にかけては寒気の影響で、 記録的な低温が観測された。一方、北海道は低気圧が停滞することで暖気が流れ込みやすくなり気温は高めで推移した。以下の地点で記録的低温が観測された。以下は観測開始から30年以上の地点に限る。西日本では平年1.2度となり、1986年以来32年ぶりの 大寒冬となったが、北海道では1月上旬の記録的高温による影響でほぼ平年並みとなった。北海道を中心にした北日本ほど高く、西日本ほど平均気温が低くなる北段西霊型の冬となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。